ザムのサイバー部屋計画第3弾。お今まではね、床を張り替えてデスクの色をね、白に塗ってきましたけど、第3弾としては、はい、DIY でハンガーラックを作りたいと思います。おこちらホームセンターで 2×4 材を買ってきました。 2×4? はい。ってことは、もう 1×2 ってこと？約分したらあかんな。え、なんで？ 1×2 材っていうのも本当にあるから。2×4。うん。で、この 2×4 材をまず黒に塗りまして、うん、で、それをね、2本左右置いて、上にこう、突っ張ります。おうおう。で、その間に、この黒の鉄ポールを上下に2本こう通すことによって、こうハンガーラックを作っていきたいなと思ってます。はい。いっぱい買えるでしょ、これ。めちゃめちゃかかる。はい。じゃあまずは屋上に移動してこの木材にオイルステインを塗っていきたいと思います。はい。それでは。ああ。おお。どうした？今日めっちゃワープの流れ激しかったわ。そうなの？激込み。どうにか屋上やってこれましたけど。はいはい。はい。今回はですね、このオイルステインのダークブラックをこのねハケで塗っていきたいと思います。はい。うわー、あー黒おらうおおうわ、緊張する一発目よしおおうわ、結構濃いね濃いねお手伝いします。え、塗るの楽しいねえ、どう結構ね、いい感じ泥棒入った？いや、入ってないです。まあ、視聴者の心さえ盗めればいいかなと思ってます。心離れていくで、それそれは良くないです。やめろやめろ。塗ります。さあ、色塗りとニス塗り終わったんで、はい、これを部屋の中で組み立てていきたいと思います。いよいよです。まずはね、この黒い鉄パイプが取り付ける幅より長いんで、これをねカットしていきたいんですけど、ほう、そこで使うのがこのパイプカッターです。え、もう子供いらんってこと？そっちのパイプカッターちゃうから。あ、男性用パイプカッターじゃなくて。違う違う、俺そんな腹くくってないまだまだ切ってください。違う、痛いあー違うでも見て、めっちゃ綺麗に切れました。パイプカッターすげえ。はい、ポールが同じ長さに切れましたんで、次にこっちとこっちに柱を取り付けていきたいと思います。うん、くるくるいきます。この上をね、面積を広めて穴が開かないようにフロアタイルを挟んでます。よし、いよいよポールを2本上と真ん中に通していきたいと思います。これをね、この通した状態で木に打ち付けていきます。まずはこのね、上の段が取り付け完了しました。一回ちょっと服をかけて高さを見て下の段をかけましょうか。じゃあこれで一回確認して。長いなぁ。ほんま？いや、女の子のワンピースとかより長いから。あ、じゃあもう、ポール1本でや。終わり。終了？終了です。いや、かけへんねん、こんなん。やめろ。持ってないねん、こんな服。はいはいはい。これぐらいのやつが、まあ、かけました。ギリ攻めたら。ギリ攻めたらいけそう。ギリ攻めます。最後のネジ、止めます。はい。できたー。完成。完成です。ようやくハンガーラックが完成しました。どう？めちゃめちゃおしゃれ。おしゃれやな、これな。柱しかないんでスッキリするというのはね、
めちゃめちゃいいですね、うん、であとはねここ服かけていきます、うん、ちょっとショップみたいな感じでここにねライトつけようかなと思ってるんですよ。あ、めっちゃいいね。サイバーはもうこっからです。今までは下ごしらえでこっからがサイバーなんでね、うん、ちょっと引き続き僕のサイバー部屋計画お楽しみに。チャンネル登録とあとまだまだ足りない欲しいものリストのご協力もお願いします。お願いします。